こんにちは。本日なんですけど、ポケットモンスターブリリアンダイヤモンドシャイニングパール全開の鈴木からやっていきたいなと思います。ということで今日はね、フリーザーサンダーファイヤーのあの3匹を捕まえたんで、次にルギア捕まえに行きたいなと思いますが、その前にねあの僕ハイパーボールがあと6個しかないんですよ。僕ね、あの伝説ポケモンハイパーボールで捕まえたいタイプの人なんで、ちょっとねあのお金をねもらいに来たなと思います。ちょっと、まあ、要は人生してそのお金稼ぐみたいな、そういう感じでねちょっとやってきたなと思ってまして、まずじゃあジムと、じゃあこれちょっと行きましょう。よし、これで道が開けた。じゃあ今から倒しに行きたいなと思います。これで、おお、いいね。バトル小森さんお待ちしてまして、今日も全力でぶつかりますので、どうか受け止めてください。 OK、 受け止めてやめよう。ということでちょっと倒しましょう。スモモって思うよね、名前が。ごめんね、行きましょう。どうかかる、この辺に僕をちょっと持ってきまして、こうかな。よし、じゃあ地味に蹴っていこう。最初はね、まあ、倒せますよ、普通に。チャーレムか。チャーレムって厄介ですね。こういうやつよりね、エスパー獲得ってなかなかなくないですか。エスパー獲得って珍しいでしょ。チャーレムってなんか中国にこういう人いそうですね。普通にブレイブワード、やばこいつ、エグい。そんなことあるかっていうぐらい強かった。いけねえ、トラ
下切りやばいな。これ多分負けたんじゃね。ガブリアス行こう。あでもガブリアスやったら勝てるはずやで。お前貫禄出せよ。よしよしよし、ポップ避けたらダメージ食らうじゃん。自分ででかいな。これはこれはね、これはね、回復の薬使うんですよ。こいつはでも飛び膝で飛び膝切りさ、ミスったら自分ダメージ食らう。でかい、確かになかなか食らうよね。素早さあるっていいよね。ヘラクレス、ヘラクレス、お、ユキらしいね。やばいわ。時間稼ぎすしな。グレイシア、グレイシアで時間稼ぎってね。
カリオン登場。これラストか。ものすごいプレッシャーです。出たよ、ラストホスルカリオン。よし、フレアドライブ。いや、相手も速いんか。1万円ぐらいもらえるって、バトル1回買って1万円もらえるってなかなかいいと思わへんねえ。どうですか、ね、こんな感じでちょっとねタウンマップでね、ちょっと待って、よし、これでちょっとお金手に入ったんでボールを買いましょう。ボールを買う前にまず回復させよう。ここじゃないね。じゃあ次にタウンマップで、よし、じゃあ次回ちょっとねここでルギアを捕まえに行きたいなと思います。まずね買い物でハイパーボールを買っておきましょう。じゃあこれでちょっと次回ねルギア捕まえに行きたいなと思います。ということでね、今日はこんな感じでした。最後まで見てくださってありがとうございました。次回ちょっと捕まえに行きますので皆さん見てください。では Twitter、インスタ、TikTok もやってるので動画下概要欄にリンクありますのでフォローよろしくお願いします。ではじゃあね。